ガクトのゲーム帰ってきた。ガメセンテル。さあ、今回のガメセンテルはこちらです。ドン、スーパーマリオギャラクシー、イエッ。こう、はい、そういう感じです。こう、はい、あ、右手の A と B を同時押しですね。前に A というのがあって、後ろボタンが B。ちじゅるせえな。画面に向けてください、ね、ファイル1で大丈夫です。どなたに？ヨッシーでいいんですか？いやー、なんだこれ、何のゲームなんだ一体。でこのデータで遊ぶでお願いします。多分これ兄さん楽しんでいただけると思うんですよね。と最初ちょっとストーリー長いんですけど、まあ、お前読んで。はい、その年のキノコ、それやられると思いましたけど。遅いよ。100年に一度訪れるその宝木星からたくさんの星く。ダメ。ここら辺は読まなくても、あの、マリオがウキウキしてる。これで動けます、兄さん。え、どうやって？左のですね、ジョイスティックを。何これ、何してんの。はい、ん、マシクズマスで始まってますよということ で右の A とか押すとジャンプをしたり、何このゲーム。これまず、あの、進んでいくっていう。ゲームはまだ始まってないので、エピローグ的な感じですね。これ、星クーズのスターピース。まただ。また来た。まただ。何回このクッパとピーチ姫のやりとりがあるんだっていうぐらい。クッパジャイアンだね。ジャイアンね、完全に。マリオのものは俺のものです。まあ、マリオのものでもないんだけどね。正直な話。二人とも実らぬ声を頑張るよね。頑張りますよね。マリオただのおじさんですからね。実はこれがピーチ姫の陰謀だったら全部すごいですけどね。ああ、お前は汚れてるね。ああ、突っ込むの、突っ込むの、すごい軍事技術ですね。ああ、わかるんだこの言葉で。バカボーイっつって。もうまともに言葉も喋れない、もうやばいよ。そりゃ好きにならないよ。だってあの、あんな喋り方毎日されたらうざいもんな。おはようって言うんですよ、多分朝起きても。まあまあ、匠の話は面白くないけどね。次行きましょう。何したのこれ。いや、襲われてるんですよ、ピーチ姫のもとに。ん？ピーチ姫を助けに。どこ行けばいいの？城に、あそこに向かえば。あそこに行けばいいの？はい、助けて行きます。英語なんですね、ピーチは。なるほど、ピーチ姫はアメリカ人なんだ。アメリカ人なんですね、多分ヘルプ行ってるんで。うーん、宇宙船来てます。やばい軍事技術だね。クッパね。クッパすごいですよ。やばいね、壮大すぎますもん。
まさかのピーチ姫をさらうんじゃなくて、やばい、すさまじい軍事技術。まさかの城ごと持ってっちゃおう。この案はすごい、やばいな。鎖なんですね。ここら辺はちょっと弱いんで。ここら辺はちょっとアナログなんで、ね、ちょっとアナログなんだよ。すごい、宇宙船を飛ばすだけの技術があるのに、持ち上げるのはアナログアナログ、まさかの2人。うわーすごいなそして大気圏を大気圏飛び出すまさかの、もうみんな死んじゃうよ、みんな死んじゃうよ。生きてる、そういう問題じゃない、マリオの問題じゃないですよね、多分今、気にすることは。さあ、何度出ても誰なのか分からないキャラ。もうね、ぶっ飛びすぎてて、何でもありな。すごいなこれ。今日のガムセンテルはここまで。知れば得する情報はここにあります。番組の公式サイトはこの右上のマークをクリックしたら見れます。チャンネル登録してない人はこの動画の下から今すぐチャンネル登録してください。あとね、このゲームをやってほしいとかリクエストあったらコメント書き込んでください。たまにリクエストに答えようかななんて思います。あとチェックして時々コメントも返信したりするので、そんなわけでまた明日。